フルキャストしました。で、防波堤の先端にいるんですけど、潮がこう入って、こっち側もこう流れて湾内の方に入っていって、この本流が抜けて、ちょっと反転流ぐらいのところにエギが着底するような感じですね。これ水深そんな深くなくて5メーターぐらいで、砂地とちっちゃな絞りの点在するような感じのところなんで、まあ、ポンポンポンとしゃくって潮に乗せて糸を張ってる感じですね。でそこついたら、そこついてゴロ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 って潮に流されて、そこの感じが来るんで、今こっちゃってついて、これコロッコロッコロッって流れてるんですけど、でちょっと流れてまたら大きく3つぐらいしゃくって、でまたライン張って、こう書くような状態で斜めにフォールしていってる状態ですね。でちょっとラインスラックを取りながら、そこを今ちょうどもうコロコロがなくなったんで本流が切れた状態ですね。で大きくしゃくって、また落としてみます。で今風もないんで竿を立てて、一応ラインをゆっくり巻きながら当たりを聞いてる状態ですね、まあそんなにスローでもなく、ボトムでゆっくり待つわけでもなく、この光量のタイミングはもうイカの稼が一気に上がるんで、まあ広範囲にテンポよくで、壊すタイミングは壊すタイミングでゆっくりしつつ、うん、探っていくって感じですね。はい。でまあイカが見つけてくれたら食うって感じで、うん、手前に持ってきたらまた竿を寝かしてアタリを取りに行く。難しいですね。でも今こっちの反転流に入ってしまったんで、こう行ってこっちの反だいぶきついんですね。今潮がこう押しが、でこっちからの鳩の先端なんで、こう巻いた流れがこっちに入って、ちょっと手前のところで左に入ったんで、反転の淀みぐらいのところに今度キャストします。反転のちょうど本流抜けて反転流がこうなるような、このたまりでしょうね。今瞬間瞬間変わるんで、そこがヒットゾーンでずっとなるわけじゃないんですけど、ちょっとエギをしゃくってみて、重いしゃくりんときと抜けたときと、今度も軽なったしゃくりんときで判断、もう暗いんであんまり分かんないんで、それで判断していくしかないですね。やっぱり潮の緩いところでちょっとたまるかなっていう、ベイトがたまったり何かおったら、そこでイカが待ち受けるようなパターンかもしれない。はい、アオリイカ来ましたね。ちょっとまあサイズちっちゃいんですけれども、まあ、今ちょうど太陽沈んでし暗くなって、ちょうどまあ光量的な地合いかなって思った時に、ちょうどまあ潮が効き出して吐き出していいタイミングで、あこれ食うなと思った時にむぎゅっときましたね。でまあちょっと、まあ、春と夏の間なんで、まあこう4寸のね、これロケッティアの、まあ、まだプロトなんですけど、アピールで、まあ、このイカとサイズを追ってないんですけど、まあアピールでしゃくって潮に流してステーさせてたらむぎゅってくる感じで、まあこの光量のタイミングなんで、イカの大きさ関係なく、エギの大きさ関係なく、活性高いのがフィーディングに入ってくるんで、こういう感じで、まあアピール重視で取った一杯って感じですね。